大立ち来い、頼む、来てくれ。来たー、いけるやん、いけるやんけ。はい、どうもこんにちは、魚術バット犬、もっとやっていきましょう。あの配信外で刀をね、もうとにかく折りまくっていると。これね、あのエンチャントのついたコンペン、薄コンペンが、エンチャントのついた刀を折ると出てくるんで、あの非属性のね、エンチャが出てこないかということで折りまくってるんですけど、出ない出ない出ない。見ましょうか。パンチ1、虫特攻、ノックバック、茨の鎧、耐久力、水中呼吸、ドロップ増加、落下耐性、射撃ダメージ増加、火炎耐性、落下耐性1、水中呼吸のコンペンで、アンデッド特攻の薄コンペンで、茨の鎧のコンペン、ダメージ増加の薄コンペン、幸運1の薄コンペン、あとこれ普通のやつね。非属性が全然出ない。そしてレベルが30になるごとにね、まあこれ30じゃないやつも入ってるんですけど、エンチャ本作ってます。アンデッド特攻、ダメージ軽減、射撃ダメージ増加、ノックバ、まあまあまあなんですけど、非属性が出ないと。いやー、困った困った、全然出ねえんだこれが。なんでね、一応ね、その動画を撮りながらとかやってたんだけど、全然出ないもんだからね、動画にできないんでね、もうこうやって改めてね、ちょっと結果報告のやつだけやっております。はい、でちょっと思ったんですよね、これエンチャボンって防具につくエンチャントもついちゃうから、これ刀にエンチャントかけた方がいいんじゃないかなと思って、うん、なんだけども大太刀を作ってから大太刀にエンチャントをかけたらちょっとめんどくさいじゃん。まあ言うて、デクから、なんとか白鞘、白鞘から大太刀だっけ、3段階ぐらいの強化だった気がするんだけど、デクから大太刀にするまではちょっと手間だから、ちょっとクリエイティブの別のワールドで、なんとなくテストしてみたんだけど、デクにエンチャントをかけてデクから大太刀にしたらエンチャントが多分残るんですよ、試してみたら。なんでデクの方でエンチャントを、30レベル何回かけたところね、ちょっとこれ何本目だ、5本目の30レベルエンチャントで非属性のこの2がついたんですよ。非属性の2なんだけども、あの大太刀の必要なやつは非属性1なんですよね。非属性2でデクを大太刀にして、大太刀でキルカウント1000稼いで、そっからあの強化できるのかっていう問題があるんですよね。わからないんでね、ちょっと今回やっていこうと思うんだけども、もう前回作ったね、このトラップタワー、いや快適ですよ。あの雲のね、潰しがしてなかったんで、まあ雲湧くんですけど、まあ特に問題ないかなという感じ。まあ特に雲に阻害されることなく落ちてくるんで、まあ ただね、雲はね HP が少ないから落ちてきて死んじゃうんだよね。だからもったいないから、雲の湧き潰しはやった方がいいなと思った。うん、そんな感じの感想ですよ。でいきますか、レベル30のエンチャント、ほい。で非属性2だ。またレベル30は高すぎるのかな、もしかして。結構いいのついてるな、ダメージ増加4点。これを大太刀にして1000キル、うん、やりたいところと、あとこれね、無名刀の無名、刀を2本合わせたらできるこの無名無名をプラウドソウル1000以上にしてあげて、さっき下のチェストにあった黄昏のボスから出たネザースターと掛け合わせることによって、ネザースターの名前の刀に変化できるっぽいんで、それもやっていきます。はい、ちょっと説明長くてすいませんね。でそうそう、これまたさ、あのコメントにあったんだけど、刀折りたいときは水張っとけばモンスターノーダメになるから、ここでも一応刀折れるねっていう。いや、ここのでかいのはね、やっぱ放置ができるから最高。放置ができる、あのもうまだ一応使える天空カリバーね、天空カリバーはちょっと自分で動き回らないといけないから少し操作が入って大変なんだけど、ここはねもう放置でいいから、マジ作ってよかった。質問のコメントがあったんだけどさ、これだいたい3時間ちょいかかってるからね、作るのに。うん、またなんか雷でね燃えるんじゃないってコメントあったけど、まあその辺はまあ燃えたらその時考えますわ。うん、それかあの雲の潰しをやるときに上にこう水張ったりとか、上に丸石置いたりとかで、まあなんか補正かけていくつもり。うん、今回なんか喋りが多いな。うん、いつも喋らずに作業ばっかしてるからさ、喋らしてくれや。うん、じゃあそんな感じでレベルを稼いでいく。ほい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 、そっか水張ったからちょっとモンスター硬い。よいしょ、こんなもんでいいかな。さあ
ではネザースターを合わせに行きますか。いや抜刀剣ね、こうやったらやっただけね、なんか成果が得られる感じがして楽しいんすよね。あ、これこれこれ、多分ね、このなんとか攻玉離島、離島でいいのかな、離島なんとか攻玉無名攻玉かは竹モッドの刀で、これアギト、これ黄昏の刀もこの無名にかけることによってアギトが作れるのかな。うん、まあこれはやんなくていいかな。ほい、これも多分竹モッドかな。宝刀山吹、あ、すいません失礼しました。この山吹はバルコンズモッドっていうやつかな、読み方合ってるかな、それのコラボ刀、コラボ刀みたいですね。今後これもバルコンズモッドのやつですね。わ、また攻撃だ。じゃあこの3本いきますか。攻撃、山吹、今後プラドソウル1000超えたやつに、じゃあまず攻撃、あ、ゴレベかかるんだ、ゴレベ。あ、すごい、もう違う刀になってるわ。できた、え、すげえ。あのクラフトの方でも作っていくんでね。じゃあ次混合いきますか。混合レベル5、青い青い、そして多分これレベルが足りない、足りないでさ、その配信外、まあ、配信しようとしたけど特に実らなかったからね、配信ならなかった作業で主にこのアギトの偽物を使ってたんだけど、キルカウントがもう4195いってんだよね大変なことになってるわ。オッケー、ちょっと溜まってる。アギトで決めてレベルを上げたら、無名無名に今度は山吹入れて、金色だ、今度金色、宝刀山吹、なんて読むのかわからん、ロダイロダイ3本できましたね。いや、ね、気になってたあのネザースターが使えてよかったっすね。じゃあ置いてみますか。ちょっとなんか折れた刀とか置いてあるけどね。あ、待って、これ錆びた刀がここにあるな、また使えるね。あ、いいっすね。待って、抜刀状態は、あ、すげえすげえすげえ、かっこいいじゃん。これが攻撃ね。あ、すごい、なんか黄昏とはまた違った異世界感がある2本ですね。まあ金とダイヤの刀なんでね。なるほど、面白い。じゃあ錆びた刀がもう2本あるんで、また無名にしてちょっと砦でレベル上げます。そしたらそしたら、せっかくなんでアギトもやってみますか。アギトがもう1本きたー。これ錆びたアギト、いいですね。色が違うんでコレクションの1本として錆びたまま置いときましょう。うわ、いいね。いや、デクを鍛えていきましょう。デクに鉄、鉄、金で、白鞘と。で、白鞘を、白鞘を折る。ちょっとめんどくせえな、これ。耐久力がついちゃってるから、全然折れねえんだけど。やべえ。できた。火属性2がついた大太刀。で、こっちの大太刀がもうキルカウント900いってるんだよね。この大太刀をさ、金床でいけたらいいんだけど、あ、コストが高すぎますか。さすがにダメか、これは。じゃあこの大太刀をここで1000キル目指すか。じゃあ一旦プラードソウルを1000超えにして、これで抜刀ノートを止まってやって耐久力回復を入れていく。ただこれ見ると火属性1って書いてあるんだよね。それだけは怖い。じゃあちょっとあの別のゲームの編集しながらね、モンスター貯めていこうと思います。てんてんてん、悲しい決断をするよ一旦死ぬことにするよそしたら、だいたい30分弱ぐらい、20分ぐらいかな、溜まってるんですけど、今キルカウントが93、これでドンドンしてから、全然キルカウント進まないんだけど、多分これ今のあれだな、火属性で倒しちゃってキルカウントが進まないんだ。うわ、もったいな。さあ、間もなくキルカウント1000に行きそうなところなんですけど、やっぱりね、火属性のキルでカウントがね稼げないんでね、もう連打でやっちゃってます。火で死ぬ前に倒すという感じ。あと5キル、4、4でしょ、4、3、
3、2、1、これであと1体よしよし、来た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 、線行きましたね。一応ちょもう1体やっといて、で問題はここから火属性2だけど強化できるのかというところ。ダイラピキンエメレット鉄、エメレット鉄ダイラピ、あ、金風呂が、金風呂がまだ、金風呂、エメレット鉄、エメレット鉄、大立ち来い、頼む来てくれ、来たー、いけるやん、いけるやんけ、つくも。じゃあこっちの大立ちはもう一個あんだよね、もう一個、あ、これか、プラウドソウル10000、千鶴村正、プラウドソウルが8000、リファインが20必要だけど、もうこれいけるな、これ注入したろ、いけるやんこれで、はい20リファインいった、あとはプラウドソウルがいけばいいからぶっこんでいく、あ、いった、来ました、村正、村正できた、やべえ、この村正威力がめちゃくちゃ高いんだけど、リファインの回数が多いからなんかな、え、すげえ、これどんだけ上がるんだ最終的に、え、めっちゃ上がる、威力めっちゃ上がるんだが、じゃあちょっと並べてみようか、ちょっとこの辺の柵壊しちゃって、柵では村正、うわかっこいい、うわ巻いてある感じかっけえ、そしてこれつくも、うわかっこよ、いいですね、この大立ちの派生、やっと大台一つ超えたような気がする。では今回かなり新しい刀作ったんじゃないか、ネザースターを使った3本と大立ちの派生2本一気に作ってみた、そんな感じの回ですね。え、これもね、トラップタワーのおかげ、いや前回の作業のおかげでかなり刀の制作が進みましたね。では次回はこの2本の刀を使ってみるのと、あと竹モッドの刀をね、今回合成で作ったんですけど、次回ちゃんと作っていこうかなと思います。いや、トラップタワー作ってよかったわ、効率の上がり方全然違うわ。はい、というわけでね、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらコメントたくさん書いてもらえると嬉しいです。またお、いいよいいよいいよ、なんか奇妙な動きでいけてる、届け、グリップグリップ。